こんばんは、猫のしっぽチャンネルです。いきなりですが、これは静止画ではありません。いよいよヒーター前争奪戦の時期になってきました。人間的にはまだそれほどでもないので、とりあえずセラミックファンヒーター朝はつけてます。ちょっとルイが触るのも嫌ならな、相変わらずです。ホットカーペットもつけてるので気持ちよさそう。ヒーター前を取られたから気持ちよさそうというより無然としてる。唯一日が当たる玄関でポカポカ日向ぼっこ。暖かい場所をよくわかってます。こんな日はママもちょっとお出かけしたくなります。写真を撮るのが趣味なので、今日はラナとルイにお留守番してもらって紅葉ドライブに行きます。よかったらお付き合いください。ラナちゃん、お留守番頼むね。ルイのこともお願いね。じゃあ行ってくるね。行ってきます。安全運転で参りましょう。1月も終わりというのに、まだ青々しているもみじ。少しの期待を胸に、もみじ山に登ります。そこに広がるのは、真っ赤な。とはいかず、1週間早かったようです。これで楽しみましょう。野生のタヌキにも会えたし、そろそろラナとルイのいる我が家へ帰ります。何？ただいま。何？何？おやつ？どうぞ。はい、どうぞ。ちゃんと座って食べて。おやつ食べる？おやつ食べる？はい、どうぞ。
最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録お待ちしております。